入れるかなみたいな感じでもうカラカラってあげたんですよそしたら中にどうも島田修平です始まりました島田修平のお階段めぐり皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますチャンネルメンバーシップの方もありますぜひねご興味ある方よろしくお願いいたします え、そして、チャンネル登録、グッドボタン、あとね、コメントの方もいつもありがとうございます。これからも、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、レジェンドが帰ってきました。えー、もう、なんてご紹介したんでしょうね。はい、えー、まあ、樹海と廃墟の探検家。栗原徹さんですお願いいたします。よろしくお願いいたします。<laughs> レジェンドあ。ありがとうございます。<laughs> まあ、ね、樹海と廃墟の探検家ってね、はい、まあ、紹介させていただいたんですが。はい めぐった廃墟、え、はい、総数おいくつぐらいでしたっけ？そうですね、だいたいでですね、そんな栗原さん、五、はい、本がもうあの、はい、いよいよもう近日発売なんですね。そうです。五月二十七日、ね。あ、もうすぐですね。はい、タイトルが、えー、日本怪物件 <laughs> っていう本で、<laughs> はい、はい。今まで回ってきた千八。 キッションの約三十年間あった中で怖いのと不気味なのと不思議なのを厳選して一つの本にしました。ぜひあの情報のハメ概ある貼っておきますので皆さんね今から予約の方お願いいたします。だって前回ねあの来ていただいた時に写真集二冊のね紹介していただいたらあれすぐ売り切れちゃいましたからね。a m a z でし にして売れてしまいました、ね。だから皆さんちょっと今回お早めにっていうことでね。一、はい、つだけいいですか。はい、あの検索の時に日本海物県って検索すると、はい、剣が切られちゃって日本海物になっちゃうんですよ。<laughs> あ、そっか、物件って最後の苦断っていうねうでうで剣っていう字を抜くと日本海物ですよ、ね。そうなんです。なんであの検索する時に海物県繰り払いって売ってくれた方がいいかもしれないですね。日本海物になっちゃいますからね。そうなんです。はい、海、えー、物県繰り払、はい。 すいません細かいことであのこれすごい大事な情報なんでありがとうございます。そしてですねもちろん YouTube チャンネルの方もやられております。チャンネル名がハイクエクスプローラーチャンネルというのをやっております。えまあどんなチャンネルかまあね名前で大体わかったんですけど教えていただいてもいいですか。まあ廃墟とまあ次回のちょっとチャンネルなんですけど本当放置してたんですけど前回あの階段巡り出させていただいたらなんと1000人登録者になてもえげつないです。ありがとうございます。いやいやいやだからもう本当に皆さんに知っていただいてねすごく嬉しい。 はい、ですけどあのもちろん廃墟もありますが樹海、はいね、もありますね樹海だって何回ぐらい行かれてんでしたっけ樹海はだいたいですけどまあ三百回ぐらいは行ってますね <laughs> だからさっきのあの回った廃墟と樹海に行った数足したらもう二千百なんですよ、ねはい、そうですね、はい、あの迷宮会入りし,してたんですもんねそうですね両方合わせれば <laughs> ぜひ皆さんえ、はい、こちらも概要欄貼っておきますからね、はい、ぜひご覧になりましてえチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたしますよろしくお願いします そんな栗原さんがですね、はい、今回巡った中でも、はい、非常にタイムリーな廃墟のお話、はい、まあ今回ねそうなんです、はい、まあ先ほど何度も言ってますが私も次回にその300回ぐらい行って、まあ、その中でもねその実際の中で、えー、と不幸な感じになっ人ま人、あ、70体ぐらい今まで見たことがあるんですよ。 ちょっと話があるんですけど、廃墟に戻すんですが、はい、実は廃墟でも三体発見したことがあるんですよね。発見っていうのはじゃ栗原さんが第一発見者そういうことです。えー、今までに。まあなんで今日このお話をいきなり振ったかというと、本当にえっと数日前に北陸の方の廃墟で女性が椅子に座ったままこう亡くなっているのを。 あの20代の男性の方が見つけたっていうニュースがちょうどまあやってたんで今日はでも収録してるのが5月の17日ですが、はい、この5月の話であったんですか？そうです本当にねと数日4日ぐらい前でしたっけね。はははまあ多分夜中に若い男の子がその廃墟に入ったっていうんでまあおそらく肝試し的なもんだと思うんですよ。な、うんで,で入ったかっていうのはちょっとプライバシーに関わるんでって公表されてなかったんですが、まあ結果的にはまあ実験性はなかった なくて、まあ高齢なの女性の方がまあ入ってしまって,って、ちょっと間違ってたんですけど、ちょっと認知症かなんかでみたいな結果だったんですよね。はあ、で亡くなられてしまって、そ,そのまままあご家族もっていうところで,で数日経ってたということでしたね。ああ廃墟ってねあんまり人は入ってこないんで、ああ数日なんですね。はい、そうですね。じゃあそのえ割とまだ新しいというか。 そうですねちょっと時期がまあったかくなり始めてたんであれですけど、まあ、そんなにわっていう原型はとどめてる感じだったみたいで椅子に座ったままっていうことでしたからね。その亡くならられれた方はどれぐらい、はい、だから多分その家族がちゃんと創作願い出してたんで確か45日とかそんな感じだったと思ったんですけどね。ってことはその。 そこに住まわれてたんではなくて、はい、その方がそのもう廃墟になっている古い建物に入ってそこで亡くなられてたっていう1.5キロぐらい離れてるところから歩いてきたっいうことでしたね。ご自身のお宅じゃなくてってことなんですね。す,はいはい、すみませんでした。えっとご主人様はなんで奥さんがそこに行ってしまったかちょっとわからないみたいな<ー>あのニュースに載ってましたけどね。はいはいはい。はい、まあ何が痛い,いかというとやっぱりあのこの お階めぐりみあの見ていらっしゃる方って当然怖い話好きなんで、はい、まあそういうご遺体にねあの遭遇してしまうっていうことなんかもあるよっていう意味も含めてちょっと今日はそのお話を。 最初にあの私がやっぱり発見したのっていうのもやっぱり廃墟もうなくなっちゃったんでざっくり言っちゃうんですけど、まあ、千葉県の房総半島の、まあ、山の方にの割烹、えっと、旅館の廃墟だったんですよ。ほうほうあの辺って 湾岸沿いに東京湾沿いにいっぱい工場とかいろんな会社があるじゃないですかそこの接待用として多分割烹旅館が作られてたんでしょうね当時ねでまあそれがまあもう10年ぐらい廃墟になってしまったんですけどまあそこに昼間あの当時携帯電話を機種変更しに行ったんですよで当時機種変更って結構時間かかったじゃないですか。その合間にあ あそこに廃墟あったなっていうんで。すでその時はもちろん廃墟に行くっていうあの装備とか整えてないんで本当に普通の散歩行くような格好だったんで、まあ、本来はあんまり行かないんですけどね。うう僕らが本当映画とかカフェに行く感覚で廃墟行っちゃうんですね。<laughs> そうじゃないとその数いかないか<う>いやごめんなさい<う>本当に何度も腰折ってすいませんほんに最近コメント欄に「ちまた話の腰折りすぎだ」っていう、ね、コメント多いんでちょっと控えたいんですけどほんと全然すてきな折り方なんで大丈夫なんですけど <laughs> <laughs> 素敵な折り方なんですいませんごめんなさいいやいや、まあ、まさにあのまあちょっとしてロケハンですよねあ<ー>あの懐中電灯も何も持ってないんで本当に入るつもりはなかったんですけどまあその時にあの まあどっか入れるところないかなっていう空いてるところとかはないかなみたいな感じでまあ入ってったんですよねまあしばらくやったんですけどやっぱりその入れないようにこうベニ屋とか塞がれてもちろん鍵もかかってますよねあの変な人が入って住んだりしたらやり、こう放火とかされたら大変なんでそ、はい、あるんですよで、まあ、近づいてみたらシルエットとして鍵がかかってないんですよね。あっっと思って あここ入れるなと思って今度はここから入れるかなみたいな感じでもうカラカラって上げたんですよそしたら中にスーツがぶら下がってるんですよ、うん、背広が、はい、あのブレザーみたいなちょっと冬物のがこうハンガーに下がってるんですよあれ洋服が下がってると思ってよく見ると頭がついてるんです <laughs> 本当に映画で出てくるこうゾンビみたいな感じで髪の毛が。 こう抜け落ちちゃっててこう。色が変色して、なんか緑とグレーの間ぐらいな感じで変色してるんですよね。そのまんまあっと思って。そのまま締めました。多分その間多分1秒ぐらいだと思うんですよ。<ー>ガラ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 ぐらいだと思うんですよね。その時ってまだ樹海も行ってなかった時だったんで、あ,ははあんまりそういうのに慣れてなかったんですよね。はいはいはい もう走りながらこう県道っていうか車の車多いところまで真っ赤で走ってってそこであの通報してもうパニック状態なんですよねでお巡りさんがあの1百0番したらえっ、ー、となんかいろんなこと聞かれるんじゃないですか「もういいから早く来てくださいよ」ってもう半切れ状態ぐらいな感じででその後やっぱり警官があの普通の制服の警官の方がまあ 34名来てくれてじゃあどこどこなのって案内しろって言うん、はい、ですよ。それは当然わかんないからそうですねでももう怖くて近寄りたくないんですけど、まあ、お巡りさんも何人かいるんで連れてってそこ,のそこの窓開けたらいますって言ったらお巡りさんビビって誰も開けないんですよ、はあまあ、そうだ大変なお仕事ですよね。で、でその中でも、まあ、一番こうベテランの人の方がいい、OK、して、まあこう じゃあちょっと見るかっつってちょっとだけ開けて「ああ本当だ!」っつって私と同じように1秒で締めましたねそれってやっぱりこういわゆる自分で首を、はい、そ,その通りですその通りりでですす<ー>そそのの後にすぐにあの制服北尾真りさんじゃなくて捜査員いわゆるそういう専門の方々が来てくれて、まあ、すぐにね「あビニールシート持ってこい」とか言って結局首をつって下半身が。 あの腐敗して怒っちゃったんですよ。なんでまるでスーツが下がってるようなシルエットだったんですよね。はあ、その時は、はあ、驚きましたね。あの僕もその見たこともないですし、はい、なんかイメージというか聞いた話なんかだと、はい、やっぱりこうそういう風うになくなってしまうと腐敗が進んでやっぱりその体が重たいからまあ結局。 ボトンって落ちてしまうんだって首から下がっている、ね、イメージがあったんですけど、はい、そうじゃなくて下半身だけがっていうパターンなんです。あの、様々なあの条件があると思うんですけど、なんで偉そうに語ってるかというと、まあ受会でねいろいろ見てきたんでいやいや、語る資格はなかったと思います。あの本当に首って弱いんで、あの首から伸びちゃうところもあるんですけど、多分。 洋服服ののからして冬の服着て冬着たんで,すよでそれを発見したのが5月だったんですよね。でちょうど今頃ですね暑くなり始めたんで多分内臓がまあ腐敗してしまったのかなっていうところだったんでしょうね。だいたい死後亡くなられてから1か月ぐらい。えっと冬の格好だったんでおそらくですけどあ違うんです。その後実はあの当時 個人情報のゆるゆるな時代だったんで、あの奥様からなんとその。亡くなった方の奥様からお礼の電話がかかってきたんですよね。見つけてくれてありがとうございますっていう感じで、まあ、その感じだとやっぱり冬二月頃にいなくなってしまって。っていうことでしたね。3ヶ月後ぐらいな。あれですよね。はい、だから、もちろん廃墟ですから。はい、そこで暮らした方ではなくって。はい、やっぱり。 自分のその人生の終わりの場所を探していて、うん、そうみたいですねじゃあそこでっていうことに至ったっていう、はいはい、で奥様もやっぱりその、まあ、近所の方だったらしくてちょっと名前は言えないんですけどっていうことでそのまあその、うん、まあ最悪のね形で見つかったってことになってしまうんですけど、はい、でもずっと行方不明で、はい、まあでもこうご遺体には。 ね、そうやってこう開い、ね、たわけっていうことですもね。はい、はい、まあこれだけだとちょっとお怪談にならないんで、ちょっとその不思議なことがあって、当然その三ヶ月経った巨大な肉タンパク質がつい言い方は実は失礼なんですけど、がまああの腐ってしまってるっていうことなんで、すっごい匂いだったんですよ。その警察と再度戻った時、<ー>もう。 近づいただけで十メートルぐらい離れているところでも、もう匂いがわかったんですけど、私のその最初に行った時に全く匂いなかったんですよ。ええー。それって不思議で、匂いがしたらちょっと気持ち悪いんで、近寄らないじゃないですか。なるほど。なんで、多分廃墟に近づいてくる人ってそんなにいないじゃないですか。まあ、肝試しの人はいますけど、なんでめっちゃ見つけてほしかった。っ たんじゃないかなっていう気はしましたね。<ー>その奥さんの電話をもらった時に。いや、うん、それがでもすごいな。なんか本当にこう洋服がかかってるんだ、ハンガーにっていうぐらいで。会っ、はい、てみたら。やっぱ、もう相当びっくりしますよね。<laughs> ですね。<ー>本当に、で、ちなみに、次の日、熱出して寝込みました。<ー>はい、そ,そのショップというか、ね。 もう今多分な何ともないんでしょうけど、ね、はい。<laughs> そういう時代もあったっていうことうですね。そこからスタートしたんですけどね。いや、あの大島テルさん、ね、はい、いらっしゃるじゃないですか。はい、あの方と一回、そのまあ、廃墟にロケに行くなんてことがあったんですけど。はい、やっぱりその幽霊じゃなくって。はい、やっぱり人間の怖いってずっと言ってて、はい、なんでテルさんって聞いたら。ね、やっぱり。そういうことで、こうやって、こう建物だったりすると。 そこを最後の場所に選んでそうやってそこで亡くなる方のご遺体があるかもしれないあとは、まあ、お家がない方が雨風しのぐためにそこにこう住んでる可能性もあるっていう危険性もある。はい、あとは犯犯罪を犯して 身を隠して逃げてるあむちゃくちゃいいこと言ってくれましたまさにこれこれにそれ乗ってるんです、えーはい、一コアも乗ってるんでやっぱあるんですありますありますだって有名なあの逃亡犯もはい、廃墟でしばらくね寝泊まりしてたっていう話ありましたよね、はい、だからそうなると面白い半分でそれに入った時に、はい、やっぱりねそうやってもう今逃げてる犯人だとすると見られたってあると思うとても危険なことになるかもしれないその,その通りですその通りです やっっぱり近づかないてことが一番本当に今言ったまさにその話がねこれに載ってるんでぜひぜぜひひこちら本してじゃない。いやあのちょっとんかねこの前あの BP 五郎さんいるじゃないですかあのね稲川淳二さんをまされる方なんですけどんか面白い話ずっとんかお互いに話ありませんなんて話した時にマンションに住んでて。 普通にこう暮らしてたらある日あのなんかこう上から天井のとこに上の住人からドーンと音聞こえたんですって、はい、えっと思ってでなんかその方ちょっとだからあ上の方ちょっとうるさいっていうことで、はい、まあ怒らしちゃったなやばいななんて思ってたんですけどでもうだいぶ静かにしてるのになと思っても来るからほ、はい、本当いけないんですけど。 なんかやり返しじゃないけどこっちも天井に向かってダーンってやったんです <laughs> なんか儲かながらね、はい、はいはいしたらまた上からドーンって来て、はい、でなんだってまたドーンっていうなんか謎のラリーが始まったんですってはい。それが一日あったと思ったらなんか結構そういうのがずっと続くようになっちゃって、はい、また上からドーンって来るとで下からもドーンってやってこうなんか何回かどん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 やるみたいなラリーが <laughs> はいっていう時にですね、えー、ある日しばらくなんか そういういのががなななくっなったなというあったあらでもう考えたら1か月ぐらい、あのー、もうそういうふうに上からこうドーンってされることがなくなったと思ってあなんかもうなんか許してくれたというかそういうふうにやれなくなったのかなと思っててでその1ヶ月経ったたある日彼女が来たんです、はい、です普通に2人でいたら1か月ぶりに上からまたドーンってやられたんですって。うわなんだ今日なんか女性の声とか聞こえてうるさいとかそんなんでなんか久しぶりになんかまた怒らしちゃったのかな。はい で彼女に事情説明していやこれさ上の人がこうやってやってくるんだよだからいつも俺もさやり返しちゃう <laughs> 何やってんの下から見てるよダーン絶対またこれ返事来るからさで来ないんですよ俺<ー>今日来ないないつもだったらもうどん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 お互いにこうやり合うのにな <laughs> 今日なんか一発あっただけでもう終わったなぁ、うん、思ったらその翌日ぐらいにピンポーンチャイム鳴るんですよ、はい、はいってみたら 警察官の方が立ってんですっいませんあのちょっと事情だけお聞きしたい件がありまして「え何、ー、かありました?」ったら「ちょっと上の方があのお亡くなりに、まあ、ご自身で」ってことでなられてまして何かちょっと何かそういうことで知ってることとか,か気づいた点とかってありませんでしたかねなんて話をされたんでああまあ実はちょっと。 ドーンっていうのでちょっとこうなんかあったとかってでちょうど昨日もね上からドーンってねやられたとこだったんですよじゃあ昨日お亡くなりになったんですかなんて話したらいやそれおかしいとあのお亡くなりになられたのはこういろいろこう研修した結果一ヶ月ぐらい前だっていうだからずっとこうしなくなった時ぐらいでお亡くなりになられてたんだけどもって言ったらいやおかしいおかしいだって昨日上からドーンってそれましたよ 昨日ドーンと落としたからだって昨日えじゃあの音何なんですかいや絶対してます絶対聞いてますよたらもうわかりだと思いますけど、うん、ああ今の話に通じるものですねそうなんですってあのちょうど一ヶ月ぐらいで体がどんどんこう腐敗してきてしまっておっくったですね落ちた音なるほどが最後のその昨日聞いたあの音だったっていう人間がコーンと落こった音ですねってことあるんですねありがとういます。うんは いやちょっとその栗原さんの長い歴史の中のはい、はい、本当にこう最初の方のエピソードというかそうですね。こう実際にね体験した見聞きした方の話って違います、ね、そうですねその人から聞いたとかでなくて本当に私がその生で味わったことをね、まあ、臨場感を交えてお話できればと思ってますので,、はい、でこちらですね、えー、そういった話がまとまった一冊すぐね発売になります。はい、もう一度タイトルをお願いいたします、はい、日本 貝物件ですね全国ね、はいえー、1,800回った栗原さんが厳選した28物件8カ所ね、はい、もうあのコアスに特化した28カ所、はいえー、載ってますの、ね、でぜひ皆さんですね、はい、チェックしていただきたいと思いますお願いいたしますよろしくお願いしますそして合わせてですね、えー、栗原さんの YouTube チャンネル、はい、もう一度タイトルお願いいたします、はい はい今日エクスプローラーチャンネルというのをやってますのであのこの間ねあの島田さんに紹介してもらった後に増えたんでその後一生懸命きちんと作ってますんでぜひ見てください <laughs> はい、はい、今すっごいにこやかなね優しそうだなーって思うかもしれませんけどね一変 <laughs> しますんでそのイメージがはい皆さんぜひぜひね概要欄貼っておきますので <laughs> はい、えー、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。よろしししくおお願願いいいいたたたままますす次回ここちら というわけでゲストは、えー、樹海と廃墟の探検家、栗原徹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、今ね、樹海と廃墟の探検家ってね、はい、まあ紹介させていただいたんですが。はい めぐった廃墟、はい、え総数おいくつぐらいでしたっけ？そうですねだいたいまあ千八百ぐらいになりますね。<laughs> あれあの去年来ていただきましたよね。そ,ねその時千五百ぐらいっておっしゃってまでしたよね。そうですねあの時まあ、ざっくり計算だったんでちょっと切りのいいところでまあ千五百って言ってたんですけどまあ実際千六百いくつとかそんな感じだったんで。<laughs> ただまあね、はい、その一年の間をまたこう数重ねて、えー、そうですそうです。千八百。そうなんです。もう二千見えてきたじゃないですか。えー、もうじきですね。 なんとかそれは達成しようかと思って頑張ってるんですけど<め>。迷宮帰り、はい、目指してぜひちょっと頑張ってください,い。頑張ります <laughs>。今回じゃあここには何箇所のまあ物件が載ってるわけですか。二十八箇所ですね。うわあ。千八百中でも厳選した二十八です。はい。 これすすごいっすねで前回その「お階段巡り」でお話しさせていただいたちょっと軍艦島の怖い話とか、まあ、そんなののもね載ってますのであのさっきちらっと,とねあの拝見させてもらったんですけども、はい、あの写真付き、はい、で文章で歴史だとかここではこんなことがあったとかっていうのはもう事細かに書かれてるので、はい、本当にこれ一冊読んでると全国のそういった物件本当に廃墟28か所自分が巡ってる感じになっちゃうんで、はい、これ <laughs>。 あの読む時間とか、ね、によってはちょっと注意っていうまあ、さに閲覧注意の本ですよね。の本当にその行って体験したの生の,あの情報というか <laughs> が書いてありますので <laughs>、はい、皆さん本当にね「1,800回った男」が厳選した28ですからねこれもあの、えー、発売がもう一度 <laughs>、はい、5月27日ですね二見処方さんなんですけど、はい、よろしくお願いします。はい